雨の日って視界が悪くて運転しづらいですよね。なんと雨の日は晴れの日に比べて施設接触事故が約7倍、死傷事故が約4倍に増えるそうなんです。事故が起こりやすい雨の日こそドライブレコーダーもちゃんと撮れていてほしいですよね。そこで今回は雨の日のドライブレコーダーはどれくらい鮮明なのか、ユピテルの2023年モデルを使って検証してみました。検証に使ったのは Y3100、Y400ETDI、Y115D、DRY、TW6500D、 この4機種。まずはそれぞれの特徴を簡単にご紹介します。何度かご紹介している Y3100 は車の前後と車内が撮影できる3カメラモデル、付属の配線で駐車記録ができます。 Y401DI は Wi-Fi でスマホと接続して設定や再生ができるモデルで、検証した中では唯一モニターがなくスリムな形状。 Y115D は Web 限定モデル。フロントカメラは200万ナッソで、リアカメラは100万ナッソです。DRY-TW6500D はシンプルながら、フォーマットフリーや HDR などの基本スペックは揃っているベーシックモデルです。画素数をまとめると、こんな感じになります。Y3100 と Y401DI は、スタービス。という暗闇に強いカメラを使っていて、それぞれ200万画素。 Y115D はスタービスなしの、フロントは200万画素でリアが100万画素。 DRY-TW6500D はフロント、リアともに100万画素です。それではまず昼間の雨の日の映像から比較してみましょう。雨だと路面の水しぶきやガラスの水滴、ワイパーがあるので全体的に晴れの日より見にくいです。 Y3100 と DRY-TW6500D は少し暗めに見えました。拡大してみます。角度や取り付け場所によっても変わると思いますが、この中で一番文字が読みやすいのは Y401DI。 明暗がはっきりしていて鮮やかなのは Y115D かなと思いました。続いてリアカメラの映像を比較してみます。リアだと Y115D、Y3100、DRY、TW6500D、Y401DI の順に暗くなっていくように見えます。拡大します。この中では Y3100 が一番鮮明かなと思いました。続いて夜間の雨の日の映像を比較してみましょう。建物も綺麗に映っています。
拡大してみます。拡大するとスタービスの2機種は標識がしっかりと写っているのがわかります。特にY401DI は明るく鮮明に撮れているように見えました。続いてリアカメラの映像を比較してみます。夜間のリアだと Y3100 が一番明るく鮮明に感じました。 Y401DI は車のライトや路面の反射が一番少ないので、路面の反射と白線が重なった時に白線が分かりやすかったです。拡大します。 Y3100、Y401DI は文字がはっきり読めるぐらい鮮明に写っていました。いかがでしたでしょうか。雨の日は水滴やワイパーで見えにくくなるので、こまめに撥水しておくのがおすすめです。撮影状況や天候、ガラスの撥水具合でも見え方が変わるので、参考程度に見ていただけたら嬉しいです。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いします。ご視聴ありがとうございました。